まず1点目から紹介していきましょうかね。はい、はい、じゃあ1点目から早速いきます。こちらは再販ですね。こちらがあきこさんコラボ、ハイネックガーゼシャツチュニック品番が C の3644、 C の3644です、はい、お色が今マイマイが着ているのがホワイトです、はい、そして手に持っているのがイエローです。そしてライトカーキとブラックの4色展開となっております。はい、お値段いきます。じゃじゃん、2400円。イエーイ。はい、こちらが本日12時から、はいはい、3月の19日金曜日朝11時59分まで送料無料の特別価格となっております。はい、ではポイントの方お願いします。これ再販ですね。はい、はい、ずっと売ってたシアのシャツの再販になっております。で、はい、私が今ね短い方の丈を着ていて、ブー、はい、ちゃん長い方の丈を通りで着てもらってるんですけど、はい、もうこんな感じでトップスとしてもお使いいただけますし、はい、もちろんワンピースじゃないや、全部締めてワンピっぽくも着れるし、はい、で羽織るとシャツっぽい、そうですね、はい、感じでお使いいただけます、はい、で、ブーちゃんの手の方が分かりやすいかな。今ちょっと袖下ろしてるので、はい、こんな感じだとここにね可愛いボタンが2つついています。でカフスの長さも少し長めなので、はい、あの可愛いです、トレンドっぽくて、うんうん、で袖をこうキュッと下ろすとこの袖口にすごくギャザーが出てて、はい、ポワーンとしたシルエットになってます。はい、はい、でお素材がこれも口の方が分かりやすいかな。そうですね、うん、こんな感じのシワシワなこうナチュラルな加工をされてる生地を使っているので、なんかシワ気にせず、はい、あの面のパリッとしたシャツみたいにこうシワ感を気にせず、このナチュラルな雰囲気を楽しんでいただくようなシャツになっております。はい、はい、ありがとうございます。あとですね、こちらね去年のモデルでは、うん、ここのボタンのところがゴムがねついてなかったんです。ここのねボタンのところがもうねここ穴開いててボタンだったんですけど、腕まくりがしにくいということでここがゴムがついてます。なので腕まくりもスルッとして、はい、あの上がります。はい、はい、っていうのがとても嬉しいポイントですね。うん、はい、うん、あ、イエローとホワイト悩むね。えめちゃくちゃ悩みますよね。そうけどね、新色も可愛くて、新色ってか他の色味も可愛くて、うん、そっちのカーキもすごく素敵です。はい、ちょっとカジュアル寄りな黄身が入ってるようなカーキかな、うんうん、と黒、はい、締めからの黒ですね、はい、どっちも可愛いです。うん、めちゃくちゃ可愛いですね。去年と何か違いますか。あとね、ここのボタンのところが違うって感じですね。はい、はい、うん、袖、腕伸ばしてほしいです。はい、OK です。腕伸ばして、私が伸ばして、そうですね、上げてたからね下げるとこんな感じです、うん、よし、じゃん、こんな感じ。とてもポワンとしてて可愛いですよね、はい、この袖口が、うんうん、ですね、あ、ショートならインしても大丈夫かなっていただいてるんですが、うん、ショートでもどうですか。少しだけ、まあ、生地がすごくあの薄くて薄めて柔らかめなので、うんうん、あの前だけとかだったら、うん、あのワイパンとかこういう少しだけこの腰周りにゆとりがあるようなパンツだったら大丈夫だと思うんです。はいはい、あまりにこうスキニーパンツに全部いいショットを思うと少しもたついてしまうと思います。はい、そうですね、うんうん、あ、150センチだと、はい、なので長い方ならワンピースで着れそう。そうですね、うん、着ていただけると思います、はい、ただ1枚で着るんだったら、うん、あの結構透けが、そうですね、はい、あの裏地はついてなくって、うん、であのナチュラルな感じの薄手の、うん、お素材を使用しているので、うん、下はなんか透けてもいいような感じの、うん、なんか例えばこういうなんかカラーパンツとかデニムとかにレイヤードしてワンピース風に着ていただくのがいいかなと思います。はい、と思います、はい、で一応低身長動画がございますのでお見せしておきますね。はい、よいしょ。でも低身長でも引きずらないロング丈っていうのがすごい嬉しいですよね、うん。でね、こちらが152センチのスタッフのロング丈です、はい、うん、はい、
で、そして、これがショート丈ですね。はい、うん、やっぱりショート丈でも低身長さんは太もも下ら辺までくるかなって感じです。で、こちらが168センチのスタッフのロング丈となります。はい、はい、そしてこちらがショート丈です。168センチのショート丈です。うん、はい、短すぎずいい丈感だと思います。うん、そうですね、はい、うん、っていう感じです。先ほどね、うん、お色がね、どちらかに何色着てほしいって言いただいてたんですけど、うん、うん、私カーキか、あ、そうですね、前々カーキ着てほしいですですね、はい、じゃあ、今短い方を着用しているので、今度は長い方を着ます、はい、お願いします。はい、はい、ブラックとカーキをジーパンで合わせてほしいです。ああ、ありですね絶対可愛いと思います。あ、ボタンは途中までなんですか。ボタンはですね、途中まで、うん、首締まるところから、下から15センチぐらい上までです、はい、真下まではないですね。なので普通にシャツとして着ていただけますし、こうワンピースとして着ていただいた時も足さばきがすごいしやすくなっております。あとサイドスリット結構長、バックの方が長めです。シルエットが綺麗に着ていただけるかなと思います。うん、ブーちゃん一巻き可愛いね、ありがとうございます。あ、首詰まってる感じありますか。首詰まってる感じ、一回全部前締めてみますね。全部というかちょっとだけ締めてみると、でも首詰まりはそんなに目立たないですね。うん、ない気がする。うんうん、よし、こんな感じです。あ、ちょっと待ってくださいね。こんな感じ、首詰まりはね、そんなにないですよ。結構ゆとりがある、こんな感じで、はい、なので大丈夫そう。あ、かわいい、めちゃくちゃ似合う。これ長い方だけのカーキです。で、ワンピースみたいに全部締めて、うん、下にワイドパンツを合わせました。かわいい。じゃあ私も着替えてきます。はい、ちょっとコメントに抜きますね。お願いします。はい、息子のしゅんくん、明日2歳の誕生日です。お、歌ってほしいです。去年もマイマイに歌ってもらえて、今年もマイマイ嬉しいです。ありがとうございます。1年間ずっと見てくださってるんですかね。ありがとうございます。いいですね。はい、はい、なんてラッキーボーイですね。マイさんです。着た感じはラボッとしてますか。結構身幅はこんな感じでゆったりです。今体 の、 この側面のラインがこの辺にあるので、身幅はだいぶゆったりしてます。で、このアームホールもすごくゆったりしてます。全体的にこうゆったりカポッと見えるので、体型も気にせず、あとヒップ周りとかお腹周り、腰周り全部隠れる感じのシルエットになっております。はい、お二人の推しカラーはどれですか。私はね、顔写りが年々なんかお顔がくすんできちゃってるので、やっぱり白がいいなと思っています。顔がパッと明るく見えるのでね、はい、白欲しいです。まだ1枚も持ってないので欲しいです、今年こそ。はい、かな。ブーちゃんは何色がおすすめだっけ。私はイエローベージュですかね、はい、今着てたやつ。イエローベージュか、うん、はい、前のピンクのパンツ知りたいです。さっき履いてたのは渚さんとのコラボパンツで M の3024っていう品番のピンクを履いてたんですけど、今ちょっと在庫が残ってたかな、残ってたらまだ買えると思いますが、あのパンツすごいいろいろな何色か持ってて、ピンクも持ってるし、グリーンも持ってるし、テラコッタも持ってるし、すごい履きやすいです。はい、カラバリは結構なんかくすんだ感じなんですけど、ピンクも結構くすんでるんですけど、あの春先白いトップスとかとすごく相性がいいので、ぜひよかったらセットで見てみてください。はい、
シフトが出てないので、また決まり次第、そうですね、公式のインスタグラムで多分告知させていただくと思います。はい、腕まくりしたら落ちてこないですか？腕まくりして落ちちゃう方は、ここ普通にこのままキュッと上げてもらって、この先を少しだけキュッと折ってもらうと落ちてこないです。これぜひ皆さんやってみてください。落ちてきそうな方はここ少しだけ袖口キュッと折ってもらうと袖落ちてこなくなります。はい、150cm でショートの後ろ持ってますが、丈のバランスも良くて着やすいですよって。ねえ、そうですよね、すごく着やすいです。ぐーちゃんとマイマイの印象知りたいです。ありがとうございます。貼っておきましょうか。あと本日娘リオナの誕生日です。お、歌っていただきますように、ちょっとスクショしておきますね。色展開もう一回お願いします。色は私が今着用しているカーキかな、イエロー、ベージュ、どっちだっけこれ、イエローベージュです。イエローベージュ、はい、ブラックです、はい、まあ、4色展開で丈が2丈選べるようになっています、はい、ちょっとグーちゃんが次は短いものの丈を着用してくれてるのでお待ちください。お待たせしました。はい、はい、これがブラックのショート丈です。はい、160センチの私でこの丈感なので結構長めな気がします。うん、うん、こんな感じ。はい、で、一応足じみ検証をしていこうかなと思うんですが、何が分かりやすいかな、カーキかな、カーキですかね。はい、ちょっとこちらで足じみの検証していきたいと思います。よ、うん、あ、こんな感じです。濡らすとこんな感じ、ちょっと目立ちますね、やっぱり。ですが、綿 100% ですよね。綿 100% なので、乾きがすごいいいと思います。はい。こんな感じです。はい。はい。よいしょ。インナー白ばっかりなんですが、そしたら何色でもいけますかって。白はね、何色でも合うと思いますよ、インナー。そうですね。ちょっと今、私が、はい、そして、ここにあるサンプルのインナーがあんまなんかカラーものがないので失礼しちゃってなんか申し訳ないんですが、はい、でも私中ベージュ着てるんですけど、うん、白、イエローベージュも透けなかったです。うん、うん、はい、グーマイちゃんはショートかロングどっちが好みかな。私はね、うん、ショートが好きでした。あ、私はロング派です。はい。はい、じゃあこんな感じで大丈夫そうですかね、うん、大丈夫ですかね。うん、うん、はるひくんもお誕生日です。はい、です。すみません、見逃しちゃった。はい、はい、OK です。はい、じゃあこんな感じで、はい、次のアイテムに行こうかなと思います。はい、はい、じゃあ前々着替えてきますか。はい、ありがとうございます、うん、前の説明がコーデが想像しやすくて助かる。あら、本当に説明が良くて、うん、見てて欲しくなります。これは私も欲しいです。これは私も、私こそ欲しい。うん、でもなんか争奪戦な予感しますけどね、めちゃくちゃ。ねえ、うん、下の方行きますね。あ、おいくらでしたって聞き逃してしまいました。ね、こちらがですね、2400円です。2400円、とても低価格で飲み込みやすい。うん、あ、グーちゃん白着てほしいです。ちょっと顔を裏にしますね。あの、おしゃべりコーナーのお時間があれば白も着たいと思います。こんな感じ、はい、うん、こんな白もめちゃくちゃ可愛いですね。やっぱり合わせやすい。うん、まあ、今イヤリングピアス珍しいねってね、うん、珍しくつけてみました。あ、ブラック透け感ありますか？透け感全然ない。あるね。あります。よく見たらあります。これぐらい、はい、見えますかね。ちょっと一回暗くした方が分かりやすいかな。よし、一回暗くします。こんな感じいいのかな。でもちょっと透け感感じだからね。わかります。ここ腕なんです。若干見えるかなって感じです。はい、見えないことはないですね。うん、よし。ぐーちゃん髪の毛伸びるの早い、早いんですよ。はい、
カメラちょっと一回暗くなりますね。でもね、汚れてはないはずなんですけどね、全然曇ってはない。うん、すいません。なんででしょう、すいません。はい、